伝説の通りだ。願いが叶った。え？さっき花火に願ったんだよ。OK もらえますようにって。じゃあ、私の願いも叶うかな。ん？お姉ちゃんに話せるよね。ルシになったこと。おい、婚約発表の方が大事だろ。ナイトニング、どんな顔するだろうな。これからは姉さんか。ありがとう。セラ！なんだよ、これ。ビル事故だよな。あそこから落ちてきて湖ごと結晶だと。何がどうなってんだ。ファルシの力か。俺たちは一体どうやってここに。私が知るか。生きてる。どうして。セラだ。あんなに上から落ちたのに助かるなんて奇跡だろ。セラが助けてくれたんだ。ふざけるな。いいか、セラはお前のせいで。姉さん。なんだよ今の。魔法だよ。ルシの力だ。ファルシに呪われたんだ。ルシにされたんだよ。本当にルシなんだな。らしいな。お前は。うん、ほら。お、全員ルシか。なんで僕が。僕は関係ないのに。あんたらがファルシなんかに手を出すから。
僕を巻き込むなよ。あんたのせいで僕のあんたもセラも迷惑なんだよ。おい、悪い。大丈夫だからね。ほら立って行こう。使命が分からなければ果たしようもない。もう見たと思う。見た？ルシの使命つうのはああしろこうしろって言葉ではっきり説明されるわけじゃねえんだ。ぼんやり見えるだけなんだとよ。ああ、まあ伝説だかな。伝説だ。何か覚えてるか？はっきりしないんですけど、大きな、すごく大きな。まさかお前らも見たのか？ラグナロク。全員同じものを見て同じ声を聞いた。あれが使命でも、あんなのだけじゃ何すればいいのか。そういうものなんだって。ファルシが見せるのはああいうものだけで、実際に何をやるかはルシが見つける。俺たちパルスのルシはコクーンの敵だとなれば、使命はコクーンを守るんだ。この世界を守るのが俺たちの使命だ。うんうん、どうしてかな。セラが言ったろ。一緒にやろう。力を合わせて戦うんだ。セラを探すぞ。きっとこの近くだ。あ、私も探すよ。待って。たく、落ち着きのねえ野郎だ。やっつけるんだよ、ラグナロクを。俺らがルシになったのはあれを倒してコクーンを守るためだ。だからなんでそうなるんだよ。セラだ。コクーンを守れって言ってセラはクリスタルになった。クリスタルになったってことは使命を果たしたんだ。コクーンを守るのが使命ってこと。セラも俺たちも同じファルシにルシにされた。じゃあ使命も一緒に決まってる。俺たちは世界を守るルシでラグナロクと戦うんだ。筋が通るだろう。通ってねえよ、グダグダじゃねえか。パルスのファルシはコクーンの敵で、俺たちルシはその手先だ。多分使命は守るの逆さ。じゃあセラも敵だったのか。俺は認めねえぞ。この力でコクーンを守ろう。一緒に戦って使命を果たす。何が使命だ。ファルシがセラを奪ったのにその命令に従うのか。お前はファルシの道具か。動くな。両手を頭の後ろで組め。アージの生き残りだな。さあな。貴様、素人が。会長様、動くな。意外ともろかったな。こいつらサイコムだろう。
エリート部隊じゃないのか。サイコンはパルスとの戦いが専門だからな。戦争なんて何百年もねえだろ。経験ゼロの連中が高い武器ぶん回してるだけさ。特務機関の人間より普通の軍人さんの方が地味な任務で鍛えてらっしゃると。俺たちルシの敵じゃねえわけ。図に乗るな。下っ端は脳なしでもサイコムの精鋭は化け物だ。そいつらが出てくれば終わりだ。だったら逃げようよね。おい、父ちゃんどうしたもんやらだ。やりきれねえな。ガキを巻き込んじまうなんてよ。ガキどもは俺が守るよ。俺から見りゃお前もガキさ。パルスのファルシに手出したのがケチのつき始めたな。政府に任せとけばよかったか。生まれた時から食い物も水も全部政府のファルシに頼ってきたんだしな。それでもあんたは戦った。あるんだろ、守りたいものが。あったかもな。今頃はよ。あ、置いてくのかよ。サイコムが借りに来る。見つかれば全員くたばる。それでセラが喜ぶのか。お前にセラの気持ちがわかるか。置いてったらわからないままだ。大丈夫だ。敵が来たら俺がみんなを守る。誰も死なせない。この世界を守ってセラも守る。守れなかっただろうが。だから助けるんだ。今さら何ができる。何でもだ。どいつもこいつも。素直じゃねえな。置いていきたくねえくせによ。お